お疲れ様です。ゴーレムです。本日もですね、バッポーツクローの続きやりたいんですけど、まあ、前回第1章クリアして、で、第2章が選べるようになったので、これちょっとね、もう早速やっていきましょうか。沖縄なんや。はい。いやー、前回クリアっていうか、お金あんなきゃって破産するってやばいやろ。うん。誰でもクリア、チュートリアルなんでしょうね、多分。あ、強度変わってる。筋肉マンに。大筋肉太郎。おはようございます。ゴーレムさん、本当に来てくださるとは。この大筋肉太郎、香港教頭として心から感謝いたします。手紙を読んでいただいてお分かりだと思いますが、香港は生徒の半数以上が不良生徒という本格的な不良校です。本格的とかないねん。どうか昔のような全国に誇れるスポーツ校、日本校を読み返してください。早速ですが、明日から新学期を始めますので、準備の方よろしくお願いいたします。すいません。違う、教頭でこのタイプおらんやろ。ちょっと待ってくれ、もう。とりあえず、多分、なんか行事をさ、やっぱり最初決めなあかん。この日しか決めれます。あ、これ教師名簿やったわ。ボケ多い。ちょっと待って。行事を、なんか決めなあかんだったよね。最初ね。うん。1日目にしか設定、は ?1 日目でしょ?なんで?あ、準備期間なんや、これ。じゃあどうすんのこれ。どうしようもなくないか。とりあえず施設見て回るか。これちょっと構造とかわからんからな。はい、ここは行き止まりやんね。ほんで。ここ何?ここ事務室。お、事務室あんねん、今回。事務室ね。はい。上が事務室の職員室。ここか。めんどくさいな。ここ職員室やろ。保健室なんや。縦長なんやな。保健室。うん。食品トイレな。うん。まあ、これはいるわね。うん。これ何?読み室遠いな。困るな。ゴミ持っていかなあかんね。まあ、まっすぐ行ったら、そういう事務系のやつは全部揃ってるって覚えてたよ。うん。で、これどこ?何?サッカー部の部室。あ、前クラブなかったもんな。野球部の部室。これほんますいませんね。僕ちょっとひいき目に見て、だいぶ野球の方が好きなんで、ちょっと野球部をあれやな。全国優勝させたいな。一年 A 組。うん。これも A 組やな。で、B 組ね。はいはいはい。まあ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 。で、どこにあんの?あれ。あれなかったらこれを構成できへん。え、ないやん。え、作らなあかんとかそういう系か?これか。これやろ。ちゃうか。体育館やん。これ。これないやん。事務室。あ、これさっきの道。え、ちょっと待って。ちょっと配置確認するわ。一回。はい。今何しても無駄やから。うん。ちょっと建設でね、あ、近くにしましょうか。はい。何があるかっていうね。どういう構造か全然わからんかったわ。ほんまにあれやな。土地勘誘があれないんやな。ちょ、もう自力で自分の足で探すわ。なかった、指導室さえつつも借りにくいような場所。なんかもう校長室隣でよくないか。あー、もうええね。指導室どこやろ?それ探さな無理やねん。ここの筋にはなかったよね。これなんなの?体育館か。あー、なんかあったな、ぽいやつ。遠い、これ。これ一階に建築したいな。一階に作ろう。これ一階やな。二階まで行くの嫌や、俺。うん。ほんで上三年やろ、どうせ。だからいいわ。うん。これさ、解体してもう一回作るってできるのかな?できるやろな。でも、ここの奥が物質な。覚えとこう。ここの奥。これか?ちゃうな。これは何やろ。何やろこれ。全然わからない。あ、読み室か。もう読み室も遠いな。立て直したいな。はい。いろいろ建設するかじゃ。解体しようかも、ね、2階のやつな。うん。あ、そういうことなの。まあ、ええわ。あ、オッケー。
意味がわからんかったけど。いけたんじゃないのあれで。ダメなんですか。まあ、ええや。ちょっとなんか無駄にお金使っちゃいましたけど。まあまあまあ、いいです。はい。うん。はいはいはい。じゃあね、これで一旦ちょっと一日終了しましょうか。はい。うん。よし。ありがとうございます。校長、今日は入学式が行われます。今年度の入学者は40人になります。また行事予定の設定は本日だけしかできませんので忘れないでください。お、なんか来た。何や。大変です、校長先生。生徒トイレで91君と番長が喧嘩をしています。僕らには止められないので校長先生お願いします。いやー、この人に頼んだ方がいいやろ、絶対。大筋肉太郎先生の方が強いやろ。こんなひょろがりもやしでは無理やで。まあ、行くわ。はい、行きますよ。早速やん。早速ですやん。わー、ヤンキー多いなー。まあ、まあ、とりあえず間に合うかな。間に合わなかった、これね。91くんって誰？え、何？校長先生、シロアリが大量発生しています。このままでは食い潰されちゃうので、病者になりましょう。はい。あ、まあいいよ。もうこれしゃあないもんな。はい、いいですよ。うん。はい、じゃあ生徒トイレに入りますね。あ、なんかやってるわ。うん。何見てんだよ。うん。おい、こら、お前は誰に向かってそんな口聞いてんだ。あなたね、こそ誰に口聞いてんだよ。貴様、この俺に何と言ったやつの許せん。めっちゃ格があるやな、こいつ。ゴーレム。喋れよ。これ、君たちやりなさい。校長が命拾いしたな、燃やしやろう。おう、もうやめとけよ、お前。なんもう何でもねえよ。何でもよくないやろ。前に話すことなんじゃない。お前とか言うな、お前。校長先生だと思って、厳しく行くぞ、お前。はぁ、これはあれやな。難儀やな。お前難儀や。お前話すか、じゃあ。よし。なんか足りひんもあるか。え？ああ、おはようございます。え、なんでビビられてんの？意味わからんねん。とりあえず、クラス入るか。入って、ゴミ集めたいねんけど、その前に、ちょっと指導するわ。あ、ちょ、職員トイレ、職員トイレで何の指導すんねんっていう話ですね。ちょっとどいてもらっていい？これ保健室ですね。あ、そうか、これ縦に顔バーって降りなかったのか。あ、ちょっと。で、もう不良減らすしかないわね、これは。不良減らすねんけど、どこがどっか今俺よく分かってなくて、これ校長室やな。うん、まあ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 、認識は合ってたな。うん。はい、おはよう。なんか学校に来るのが嫌になります。こいつらのせいやろ、ほんまに。校長先生、もういろいろ怒りすぎやろ。まあ、修繕な。はい。修繕、一回校長室戻るか。やってもうたな。やってもうたっていうか、まあ、しゃあないっすね、俺は。ん？あいつらまた喧嘩してましたが、あの二人は顔を合わせるために喧嘩になるんですよ。なぜあの二人が仲が悪いんですか？めっちゃ喋るやん。私もよくわからんのですよ。まあ、今回はこのぐらい済んでよかったんですが、あの二人は要注意人物ですけど。まあ、ヤンキーのボスってか、ツートップだよな。ちょっと待って。もう俺、さっきめっちゃ時間使ってもらったからな、これ。ピシャコさんやったわ。なんか無駄金も使ったし、ちょっと。これはもう良くて、修繕ですね。自動修繕で、はい、お願いしますね。うん。で、やることいっぱいあるな。まず不良をちょっと減らすっていうのが目的かな。で、なんか部活がどないや来ないってだから部室にもちょっとね、顔を出したいっすね。あ、さ、ほんで教師浅いんせなあかんのちゃう。ちょっとやるわ。それやるわ。クラスメイトな。一年 A 組。うん。ここは情熱のクラスやから、お、ええやん、ええやん。これで一応設定完了っすね。まあ、どうなるかちょっとわかんないですけど、校長室で一回戻って、もう一回やったらいろんなこと忘れるな。これ、指導室やったっけ？指導室やな。っしゃ、お前ら徹底指導や。まず一年からやな、絶対に。
これは不満教師リストみたいなやつか。不満教師は一人もいません。こっちはおんねやろな、両家。おぉガッチガチのヤンキーやな。まあ、ええわ。一年 A 組な、情熱。熱心やろ。よっしゃ、熱心に指導していきますか、じゃあ。結構パワー使うね。もうこっからは不良消そう。うん。とりあえず一年の不良消すわ。うち木やから。本気の指導やな。あ、ちゃうんか。あ、うち木やから優しく指導するのかな。あ、こういうことね。内気やから優しく指導。内気やから優しく指導。あとちょっと残ってもたら保健室行って回復するか。で、みんなの教室行って終わるかな。これは、今日は。うん。あと部活も見に行かなあかんねや。そうや。あ、だいぶまともなってきてるやん、ちょっとだけ。この学校はどうしてこんなに楽しくないでしょ。そんなこと言うなってや、お前。まだ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 やんか。ちょっと待って、これ職員室か。まあ、職員室で前は。うん、前落ちない。これはあれやな。保健室どこやったかな。もうどこやったっけ。じゃ、ここら辺やねん、確か。ここじゃなかった。保健室、正解。ちょっと覚えてきたな、学校の地図。まあ、学校な、毎日通ってたら覚えるもんな、言うてな。今日はぐらいはちょっと遊びに来たんです。不良の始まりやな。うん、まあほんならええけどさ。はい、じゃあちょっと休憩しますね。はい。OK。二人は20回復したと。というところでですね、よいしょ。まあちょっと一回出ますか。はい。出て、物質へ。物質行かなあかん。じゃあ物質行くわ。ちょっとどいてくれ。どっちの物質行こう。まあ、どっちも行かなあかんね。まあ一応サッカーも覗いてみるか。よし。どうや。調子は。お、いいやん。お、みんな全国優勝さすとか言ってんぞ。よし、まだまだ頑張りますよ。うん。お、君たちはボットかな。そうやな、頑張ってくれや。頑張れ。うん。そうや、全国優勝やな。うん。まあ、サッカーはぼちぼちやってくるんじゃないよ。クラブ設定とかね。練習。こんなんとか決めれんの？へぇ。めっちゃ練習出したらいいんちゃう？あ、でもこれやったら、あれか、疲労とか溜まんのか。で、柔軟したら減るんじゃん。減れへん。あ、もうやめとこ。あ、これはもうしんどそうやな。顧問設定。顧問そんなんあれちゃう。まあ、サッカーはまあ、頭使うからな。うん、数学のこんな先生どうですかね。顧問設定ね。はい。特待生設定って何？お、何？無償の特待生。こんなんできるの？じゃあ全部やってみるか、いっぱい。うん、おー、ええやん、ええやん。頑張ってね。はい。はい。で、野球の方もね、ちょっと頑張って。俺は野球期待してる。君、野球部入りたいの？学校は楽しいってお姉ちゃんが言ったら全然楽しくないぞ。そんなことは今から、今から。今から、ちょっと申し訳ない。うん。もう帰りたいです。ダメですね。これで学校生徒がどちらだよ。そんな生徒に決まってるやろ。本当ですか？じゃあもう少し頑張ってくださいね。今から頑張るとこやめとけ。不良だいぶ減らしたやろ、一年は。うんうんうん。お、こっちも頑張ってるね。どう？僕のバットが火を吹くのも時間の問題。野手やろ。おー。頼むだよ、お前ら。おー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 。あかん、こいつらみんなマジでサッカー部よりやばい。もうみんな同じこと言う、もういいや。まあ、こっちもね、ちょっと設定しましょうか。はい。
練習や、こんな。打撃や、まずは。打撃、守備、守備。で、投球、投球。うん。ここも疲れてるな。やめさせた。で、顧問の設定で、こっちは俺もほんまに力入れてやりたいから、体育教師やな。こいつやろ、絶対。野球できそうな顔してるもんな。野球顔やもんな。てか、こいつらさ、野球部やのに坊主ちゃうやん。え、ちょっと待って。よし、これでいいか。うん。先生、どうすか？野球部は。野球部どう？うちのチームは根性がある。そこだけはどこのチームも負けないはずです。あー、まあいいよね。根性大事やからね。なんでも。勉強でも、スポーツでも。うん。まあ俺はスポーツはできへんけどさ。よっしゃ、まず2年の教室から片足行こうか。いや、1年からやな。ほんで、用務室向こう奥あったから、それ行って終わりにするわ。1年の教室から片足は。ちょっと取れてもろていいけど。うわ、富だらけやん。でも、不良おらんな。おー、いい学校。うん。いい学校ですね。いいクラスやわ。もう、あるべき姿やわ。頑張ってくれよ。あ、てか、行事設定してなくない俺。してないな、多分。忘れとったの、絶対。忘れてるやん。なんかこいつら体育さよ。あ、でも、水事遠足とは、楽しいよな。修学旅行、文化祭。ああ、文化祭いいんじゃないの。で、どうやろう、スキー研修。こんな感じでいいんじゃないですか。うん。設定終了やな。はい、OK、いいよ。あ、おっしゃ。好感度低いとかやめろや。前の学校でも言われてたわ。6しかなかったからな。こんなによ。あ、でもね、こうやってゲーム、このものできて幸せやね。改めて。